が2月21日に新曲フロッピングを配信リリースすることが決定した。今回リリースされる新曲は2月15日より放送がスタートする MBS ドラマシャワー枠マイストロベリーフィルムの ED 主題歌として書き下ろした楽曲だ。マイストロベリーフィルムは完全オリジナルドラマとなっており、フィルムをモチーフに青春の光と影を描く青春群像劇を4人の今旬の俳優たちのみずみずしい演技で描かれた作品となっている。今回リリースするクロッピングは和訳すると切り取り、トリミングという意味があり、美しい情景や喜怒哀楽といった生活の中の一瞬を切り取って忘れたくないといった意味が込められた楽曲だ。今回の ED 主題歌決定に伴い、Q からコメントも届いている。また今回のリリース決定に伴い、クロッピングのジャケット写真も公開。ジャケット写真は前作、春に、涙に続き 2D アニメーションのクリエイターとして活動するタヌキが手掛けた。そして MBS 毎日放送の YouTube チャンネルでは ED 主題歌版予告映像を公開。クロッピングが先行して一部視聴できる Q コメント ED テーマとして関わらせていただき光栄です。思い返すと妙な美しさがありながらも同時に湧き上がるような苦しさも合わせ持つ思春期を表現できたらと思い制作しました。若さが生み出す特有のエネルギーは良くも悪くも無数の可能性を持っていると思います。その貴重な一瞬を歌にして残しているかのような記憶をくすぐるような感覚を味わっていただければ嬉しいです。デジタルシングルクロッピング2024年2月21日水曜日配信開始。ドラママイストロベリーフィルム出演、深田達夫、矢花はじむ、田辺りりか、吉田瑞樹、林恋、小島清、脚本小林圭一、川崎亮、高橋明月監督、川崎亮、武田佳林、オープニング主題歌久保孝井、フラッシュバックメモリーズ、ルーフトップ、ワーナーミュージックジャパン、作詞久保孝井、作曲久保孝井、編曲夕凪後ろ、エンディング主題歌 Q クロッピング、作詞 MDRM、作曲 MDRM、 音楽森ゆうなり、制作プロダクションヒューマックスシネマ、協力プロダクションニーディーグリーディ、制作マイストロベリーフィルム制作委員会。 MBS 公式サイト https://www.mbs.jp/mystrawberryfilm。